KTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はね、あさみちゃんと一緒に、バーベキューをしに来ましたっていうわけではなくてね、はい、今日はですね、KTubeとネッタカチャンネルさんのコラボということでお送りしたいと思います、はい、ありがとうございます。っていうのはね、こう軽版と言われるピクシス版ですけど、はいはい、これはネッタカさんで作った、はい、そうです。オリジナル特別使用者として作っちゃいました。おお、それをねちょっとね、はい、今日はね見せていただこうと思うので、はい、ちょっとあさみちゃんにいろいろ紹介してもらいたいと思うんですけど、はい、じゃあどっちから行く、はい、じゃあこちらから行ってみましょうか。じゃあお願いします、はい、これあのピクシス版って、はい、要はダイハツ OEM のトヨタバージョンだよね。そうです、ダイハツでいうとこのハイゼットだよね。そうです、そうだよね、はい、でハイゼットがどうなっちゃったのか。ピクシス版になりまして、うん、まずは、この辺りですかね、まあ、オプションでつけている部分、ここのフロントガーニッシュ、これは、ディーラーオプション、ディーラーオプションか、はい、そうです。ほう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 。あとは、ヘッドライトが、うん、まあ、LED に、これもオプション、これがそうです、メーカーオプション、メーカーオプション、はい、なってます。ほう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 、はい。あとはフォグランプの周りの こ,、ね、こちらはディーラーオプションですね。こんなに顔変わるんだね。そうなんですよ。へえ、なんかあのほらもうちょっとこういう普通のこう、はい、お目目のやつ、そうですよ、ね、がイメージだったけど、はい、あ、こんなになるんだね。はい、ははは。じゃあこれでだいぶ雰囲気が変わったところ で、はい、タイヤがこれまたすごいのついてるのよ。これ、これ東洋タイヤのオープンカントリー、はい、この今オープンカントリーオプカン女子ってやってますから、今日オプカン女子ぴったり。はい、このオプカン女子的にはこれ何が、はい、これがですね、うん、やはり、はい、今回ピクシス版、これはオリジナル特別商社として、うん、ピクシス版ギアっていう名前にして、はいはい、まあ、遊びを楽しもうっていう形の車にしてるので、やっぱりまずは足元から、なるほどね、はい、ドレスアップしていきましょうということで、1458012、あ、そうか、はい、12インチ、まあ、純正のサイズ、そうだよね、そうなんですよ。そこれね、商用車ベースですからね、はい、皆さん。でもこんなになっちゃうんだ、これ。そうなんです、いいね、これ。ラギットテレーンだね、はい、RT ついてるので結構オフでもオンでもいけちゃうやつですね。そうですよね、タイヤとホイールが変わるだけでもイメージガラッと変わるかなと思いますので、うん、ね、これ、はい、これはこれデカール、あ、デカール、サイドデカールも、これもディーラーオプションになっています。こんなのあったのか。そうなんですよ、ちょっと閉めてみましょうか。はいはい、こんな感じで、よりなんていうんですかね、ギア感出てますか。出てる出てる、いや出てる出てる、意外といい感じで出てる。そうなんですよ、ね、はい、手軽にこういった形でカスタマイズできますの で、はい、で私が気になったのは、はい、網戸がついてんだけど。そうなんですよ、なんで、そうなんですよ、網戸ついてんだけど、網戸、これちょっと開けてみましょうか。はいはい、まあ、通常はこうもちろん窓開けたら、ね、こう窓開けたら窓だよね。窓ですけど、よかったよかった、そうなんですけど、それはよかった。そうなんですが、うん、こちらでこんな感じで、何それ、マグネットでついてるんです。はははは、これ簡単じゃんね、はい、マグネットで。はい、あのちょっとこちら側映せますか。ここ側がね、こうちょっとちょっとあすみちゃん貼ってあげてくれる、はい、マグネットでほらこうペタ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 ってペタッとくずってやるだけなの。ついて簡単にワンタッチというか、これ便利だね、簡単につきますので、やっぱり遊びを楽しみたいということで、うんうん、やっぱり窓だけ開けておくと、うん、遊びは楽しみたいけれども、うん、虫とか嫌じゃないですか。嫌だ、戻ってきた時虫だけだったら困るよね。そうなんです、うん、でも風は通したいっていうのもあるので、こんな形で網戸をね、はい、作ってあります。つけたので、でこれもマジックテープ、はい、すると目隠しにも、なるほどなるほど、なります。これ取り付け簡単なのがいいね、はい、そうだ、これあれだ、あの商用車ベースだからここが鉄板だからつくんだわね、ここにいろいろないからね。そうなんです、はい、逆にね、そうなんです、逆にその良さを、良さを生かしてね、はい、生かしてということで。ははー、そうなんです。じゃあちょっと風が通るように、ね、今日ね、風が気持ちいいんでちょっと風通しておきますかね。はいはい、でちょっとこっちも開けてみようかな。そうなんです、開けてみてください。カーテンがいかがでしょうか。カーテンがまず見られちゃいましたけど、カーテンこっちもあるじゃん。そうなんです、セパレーターカーテンで、あの運転席、助手席と後席を分けられるカーテン、うん、ここをね、はい、っていうかこれ、これどうですか。これ実はベッドなんですけど、あ、これね、あの商用車だからここにパタンってね、はい、あのリアシートが畳めるんですよ。そうです、でこれを生かした形のベッドだ。そうなんです。これ乗っていい？あ、どうぞどうぞ。よいよい、とてもよいこれね、あのもたれかかれるから座椅子になるんだ ね、はい、いいですね、いい感じに乗りかかれますね。これいいわ。でここにまあ大きいね、これはまあ備え付けですけど、はい、もありますし、ありますで備え付けといえばこれは何、これ、はい、そうなんですよ、これもですね、うん、これあのベッドキットを出している会社がですね、うん、
この度新しく出しますよということで、今回ちょっとお借りしてるんですが、はい、これさ、ちょ前に来たけど、そうなんです、どうでしょう、ラックに開いたよ、はい、開いたよなっていて、うん、やっぱり車中泊の時とかって、うんうん、まあ、これ実は車中泊できるんですけれど、うん、物を置く場所とかって結構困ったり、ね、この下に大きい荷物入るけど、はい、細かいものね、そうですね、細々したものをこうちょっとしまっていただいて、より快適に車中泊楽しんでいただけるという、テーブルがある、はい、そうです、でまだなんかあるのこれ、はい、こっちで大きいテーブルが来た、はい、テーブルもよりちょっと幅の広いテーブルが、これだったらさ、ね、ワーケーションできるじゃん、ここでパソコン置いて、いい、ね、別に仕事したくないけど、はい、やらなきゃいけない時は仕事もできますよ、いいます、景色のいいところ、ね、そしてこっち側には調味料がずらりと並ん で、 そうなんです、でここにこんな、まあ、ランチセット的な、ね、ランチセットでテーブルでありますし、いいじゃん、まあ、本当だ ね、はい、でこうやってこういう風にくつろうこともできるわけだ、そうなんです、いいですね、もうね、もうちょっと屋根になって、これいいね、これいいね、いいですね、これのラブラブカップルにもおすすめなんかあとこれ釣りとか、釣りいいですね、でもなんかこれ普通にここになんか机とか椅子とか置いて、はい、こうやってね、みんなでも過ごせるし、いいですね、へー、でこれちょっとね、ちょっと私寝てみるよ一回、全然余裕だね、全然大丈夫だね、幅的にね、はい、へー、これは体荷重的には、はい、100キロ、あ、じゃあ大丈夫、これ100で大丈夫です、大丈夫ですか動きには気をつけましょう、そうですね、はい、ちょっとここでここね出っ張ってたスペースができたの、でも全然いいよこれ、はい、いいな、これめちゃめちゃいいね、そうなんですよ、結構快適に過ごせると思います、ね、これちょっとあの軽中複合として1台欲しいぐらい、よかったらこれね、いいね、だってじゃあ次はこっちを見たいんですけど、はいはい、どうしちゃったのこれ、そうなんですよ、カンガルーバンパーみたいなの、カンガルーは多分ね出ないと思うよ、ここ、そうですよね、うん、出ないんですよね、うん、なんですけど、あのフロントバンパーガードキットをつけてみたんですけど、よりちょっとハードな感じに、確かに、はい、確かに、でもね鹿は出るから、あ、そうですね、イノシシも出るし、はいはいはい、ちょっとこうなんですかね、いいね、ワイルドさというか、ワイルド、ワイルドよ、はい、あ、こっちがお目目、普通のお目目だよね、はい、これ普通の顔だよね、そうです、そう、これがこれで可愛いね、そうなんです、あ、でも確かにこういうのつけるんだったらこれはこれであり、うん、ありあり、ちょっとあずみちゃん、これさ、はい、ここもなんかいろいろついている、そうなんです、これはあの、うん、フェンダーガーニッシュというのをつけてまして、うん、どうでしょうか、これいいじゃん、これもよりやっぱりなんかすごいワイルド感、はい、これですごいアウトドア感が、そうなんです、すごい出ている、アウトドア感が出るように、だからこれだとね、ちょっと前も出ちゃうしさ、うん、っていう、長橋さんもあれだし、はい、っていう方はこれはあった方がいいね、そうですね、横つけるだけでも結構雰囲気変わると思いますので、うん、確かに確かに、はい、でこれも、あ、これもオプカン女子がついてますね、オプカン女子、はい、オプカン女子がついております、はい、RT がね、はい、こっちもついてますね、そうなんです、おー、でこれはこれよこれ、はい、の前にちょっと待ってちょっと、あ、ちょっと気づいちゃいました、なんでこの昭和な感じ気づいちゃいましたこのちょっとこの間こキャンプのイベントがありまして、ちょっとその時にいただいた T シャツをですね、ちょっと着せてみたんですけど、これは私あります、小学校ぐらいの時にこういうの見たことあるかなぐらいのレベルよ、ありますよね、うん、ちょっと可愛いかなって、まあ、なんかこう一周回って一周回ってもうみんな知らないからね、そうなんです、あ、確かに、こういうのもあり、でも確かにアウトドアだと汚れたりしてるかもしれない、はい、なこれだったらね着替えさせられるからね、はい、確かに新しいシートカバーとして、どうでしょう、令和の今これがまたおしゃれですみたいに言いたくなるね、でこれがすごいじゃんこれ、はい、このタープ大きくないか、ね、そうなんです、タープ大きいですよね後ろまで、え、これは上にルーフラックがついての、はい、これもここに、はい、収納できるタイプのタープです、あ、そうなんだ、はい、ちゃんとしっかり収納できるので車に入れなくていいっていうのが、いいね、荷物が少なくなりますよ ね、 いいね、中を広く使いたいしね、はい、これすごいな、ハイエースぐらいのさ、はい、キャンピングカーの気持ちになるね、うん、そうですね、こう広く広々、広いよね、はい、空間使えますよね、これはいいわ、そしてこっちはあれ、はい、また違うベッドがあるよ、こちらもそうなんです、同じ、メーカーさんのベッドキットにはなってるんですが、うん、こっちはファブリックファブリック仕様なんだ、ちょっとこう手触りも確かに温かみがあるというか、カーペット的な感じになっている、
でこれはさっきの棚の下のところこれ。あ、そうです。この上にさっきは、ラックをつけていたんですが、あ、そうか、通常はベッドだけでしたらこういう形。これベッドの高さ調整も兼ねてんだね。そうなんですよ。あ、これがあるから逆に隙間がないんだ。はい、ってもうなんか乗ろうとしてるっていうね。密かに乗ろうと、これちょっと乗るとこだけちょっとなかなか難しい。こっち側から、あ、でも乗れたわ。そうなんです。ちょっとこちらの方がベッドを高く、うん、設定しているので、ちょっと屋根までは、そうだね、先ほどよりは近くなってはいるんですが、その分荷物をたくさん下に入れられたり、こういうのとか、こういう、あ、そうですね、この下ね、スーツケースとかも入るぐらい、うん、全然入りますよ ね、 深いよね、高さは。だからこれあの、そうなのよ、車中泊仕様にしちゃうとさ、着替えとかどこに置くのよって話になるじゃん、はい、でこういうところにつってもそんなには乗せれないじゃない、やっぱ後方視界もあるしね。そう考えると、あ、でも後方視界もカメラのルームミラーつければいいのか。カメラもつきます、ね、そうだよね、はい、それもつけれるし、でも下にこれスーツケースなんかもガバッと入れられるもんね、うん、はい、全然入りますよね。そうだよ ね、はい、ね、これはいい。いや、さっきのさ、テーブルがあるのもおしゃれだし、はい、そうですよね、いいけど、よりなんか高級感もあるけど、はいはい、これはこれで広さが稼げてるから、うんうん、そうですよね、サイドのそれで、あり、広さが、ね、取れますね。いろんな仕様があるんだね。そうなんです。で今回は、はい、ピクシス版ギア、はい、とピクシス版、はい、ギアハード、よりハードにしましたよっていうね、分かりやすいネーミングで。いや、でもいいな、これ。え、これってさ、今日は乗ったりもできる？あ、できます、できます。本当？ぜひ。じゃあちょっと、はい、乗せてください、はい、ぜひ一緒にお願いします。はい、お願いします、はい、これはピクシス版の、はい、グレードは一番高いやつですね。そうです、クルーズターボの 4WD ですってことは、ターボの4駆、はい、ということで、ちょっと一般道出てきた、今ちょっと一回肉にしてみようかな、はい、平らですかね、タイヤ結構ほらオップ感女子ついてるけど、はいはい、そんなにゴツゴツしないね、うん、そうですね、うん、まあ、自然なね、乗り心地というか、うん、はい、いけるね、オープンファンタビーのこのことの、ねはい、RT でラギットテレーンって、まあ、オフもオンもいけちゃうやつではあるんだけれど、はい、まあ、なかなか良いね、うん、ちょっとね、見せようか、 4WD オートにしました。どうでしょうか、ちょっと今下ってますけどね、うん、あ、でもやっぱりちょっとしっかり感が増すね。あ、そうですか、ちょっと腰をストッと落とした感じの安定感、はい、安定感が、うん、あとやっぱりさ、こういう車って荷物いっぱい積んだりとかするから、はい、あの出足のグっていうトルクがね、うん、よりかかるはずだから、はい、そうなるとこっちの方が快適かもしれないね。あ、意外と安定してるね。安定してますね。なんかね、乗用車ライクに乗れちゃうから。そうですね、これはね、あのこういうワンボックスタイプの乗ったことない人でも、うん、パッと乗り換えてあんま違和感がないかも、はい、理解しやすいかもしれないですね。ね、ほんとほんと、こういうとこなんか乗り越しても、あ、すごい足もしっかりしてるね、やっぱ、うん、商用車だから、はい、荷物をやっぱ積むこと前提で作ってあるじゃない、うん、はい、だからいいのかもね。それもありますよね、うん、こうほら、こういういろいろさ、ベッドキットとかの重さが、はい、まあ、はい、やっぱ多少重いじゃん、はい、で荷物も積むじゃない、はい、って考えたら、あ、でもでほら、室内の出っ張りも少ないから、はい、カスタマイズしやすい、うん、向いてるんだね。そうですね。でこっちの車はこれは NA だね、はい、そうです、ターボなし、ターボなしですね、はい、まあ、あの NA なので、はい、そのなんだろう、グワっていうパワーはもちろんないけれども、うん、これやっぱりね、商用車がベースじゃん、はい、で荷物をいっぱい積むこと考えてるからか、はい、トルクが下からやっぱ結構出てる。なるほど、走り出しじゃあすごく、ね、そう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 、そうなのよ。だから全然そんなね、あの物足りない感じではない。なるほど、はい、でリフトアップスプリングが入ってる、はい、はい、でそれがどれぐらいリフトアップされてるんですか。これ35mm 上がっています。でもこれね、35mm リフトアップしてて、はい、で上にさ、はい、結構乗ってるじゃん。そうなんですよ、ラック乗ってますからね、タップ乗ってるしさ、はいはい、だからちょっと重心がもっと上がって、うん、私フラフラするかと思ったんだけど、はい、そこまでいかない、うん、そうですね、うん、安定感はそこまで失われてないような感じですよね。さすがディーラーさん、よかったです。そこちゃんとセッティングっていうか、はい、ちゃんと見てね、これ以上やっちゃダメって多分、はい、見て車作りされてると思うので、そこはディーラーさん、ありがとうございます。さすが。あさみちゃん、これさ、はい、すっごいいいんだけど、ありがとうございます。こういう車ってさ、こういうベッド売ってる会社とか、はい、こう棚売ってる会社とか全部どうしたらいいのこれ。あ、
それは、うん、もうね、高崎にお任せいただければ全てご用意させていただきます。そうなの、はい、じゃあこれが欲しいんだけど、はい、この城のこれが欲しいんだけどって言ったら、はい、全部やってくれる、はい、お任せください。取り付けも、はい、もちろんです。それ全部まとめて、はい、ローンもお願いしますともできるの。もちろんです。すごいじゃん、はい。なんかやっぱりさ、こういうのってやってみたいけど、そういうカスタムねするショップさんとかも知らないし、うん、はい、なんか敷居も高いしどうしようと思うけど、これいつも行ってるディーラーさんで、はい、全部これでこれがいいのとか、はい、これもう一個これつけたいとかもできるんでしょ。もちろんです。すごいじゃん、はい、でまとめて本くれるって最高じゃんね、はい、ぜひお任せください。それは素晴らしい、はい、でちなみに気になるお値段は、はい、ですよね、うん、じゃあまずはこちらのはい、はい、お値段からいってみますと、うん、これが車両本体価格が、うん、160万6000円、はい、今今日現在の価格になってますけれども、はい、それにこのベッドキットをつけまして171万7760円と。そんなにめちゃめちゃ高くないんだね。そうなんです。ちょっとその他のオプションはまた別途になってますけれども、まあね、のガーニッシュとかいろいろついてたものはちょっと別になりますが、うんうんうん、お車とこのベッドキットでは、はい、まあ、それだけあればとりあえずなんとかなるもんね。そうですね、車中泊はできちゃいますからね。こっちは、はい、こちらは、うん、ギアハードになってますので、うん、車と、うん、フロントバンパーガードキットとカンガルーね、そうです、うん、フェンダーガーニッシュと、うん、リフトアップスプリングと、はい、ベッドキットをつけまして、うん、はい、こちらが178万7060円と。なるほど、それがそのオプションの。そうです。 T シャツは、 T シャツは、非売品なんです。すいません、それは自分で好きなの着てくださいだ、ね、はい、ね、お好きなのをぜひ。いやでもそんなにやっぱりこれ軽バンってベースが比較的お求めやすい価格だから、はい、いろいろ思い切ったこともできるし、はい、これでって買えるのはすごいいいですね、はい、ぜひ、はい、というわけでですね、今回このもっと詳しい模様はネタカチャンネルさんの方でもレポートしてますんで、ぜひそちらも合わせてねご覧ください。というわけで今日はどうもありがとうございました。はい、また一緒にお出かけしてください。ぜひお願いします。じゃあまたねー。